今日は夏バテ予防の食べ物についてご紹介します。夏バテとは、暑さによって体力が低下し疲れやすくなったり、食欲不振や倦怠感が続く状態を指します。原因としては、暑さによる体温調節の負担、汗をかくことでの水分やミネラルの喪失、そして食欲の低下などが挙げられます。これらが体に与える影響は大きく、体力や免疫力の低下につながります。夏バテによって体力が低下し、日常生活が困難になります。疲労感や倦怠感が続くと、仕事や勉強に集中できなくなります。栄養不足や睡眠不足が続くと、免疫力が低下し、風邪や感染症にかかりやすくなります。特に夏は食中毒のリスクも高まるため、注意が必要です。食欲不振や栄養不足によって胃腸の働きが低下し、消化不良や便秘、下痢などの症状が現れます。これにより、さらに食欲が低下する悪循環に陥ることがあります。夏バテは体だけでなく、精神的な健康にも影響を与えます。疲れやすさや倦怠感が続くことで、イライラや不安感が増し、ストレスが溜まりやすくなります。夏は高温多湿の環境により、汗をかくことで大量の水分が失われます。体内の水分が不足すると、脱水症状を引き起こし、夏バテの症状を悪化させます。適切な水分補給は、体温調節を助け、内臓機能を正常に保つために非常に重要です。喉が渇く前に、少量ずつ頻繁に水を飲むことを心がけましょう。特に外出時や運動後は、意識的に水分を補給することが大切です。汗と一緒に失われる電解質を補うために、スポーツドリンクや経口補水液も有効です。ただし、糖分が多いので適度に摂取しましょう。スイカやキュウリなど、水分が多く含まれる食材を積極的に食べることも効果的です。栄養バランスの取れた食事は、体の機能を正常に保ち、エネルギーを効率よく使うために必要です。特に、ビタミンやミネラルは、体の調子を整える重要な役割を果たします。これらの栄養素が不足すると、体力が低下し、夏バテの症状が現れやすくなります。ビタミン C やビタミン B 群が豊富な食材を取り入れましょう。例えば、ピーマン、トマト、キウイフルーツなどがおすすめです。ビタミン C は免疫力を高め、ビタミン B 群はエネルギー代謝を助けます。汗をかくことで失われるミネラルも重要です。海藻類やナッツ、バナナなどを積極的に摂りましょう。特にカリウムやマグネシウムが大切です。体力を維持するために、肉、魚、豆腐などのタンパク質をしっかり摂取しましょう。鶏胸肉や豆腐は消化が良く、夏に適しています。主食、主菜、副菜をバランスよく取り入れ、一汁三菜のような和食スタイルを参考にすると良いでしょう。特にビタミンやミネラルを豊富に含む食材をバランスよく摂取し、適切な水分補給も忘れずに行いましょう。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。